熊本に過激に挑戦。イエー、今回はロアッソ熊本の練習に参加させていただいて、諦めない精神力と勝負強さを身につけてもらいます。はい、ロアッソ熊本からこちらのお二人です。こんにちは。ロアッソ熊本クラブアンバサダーの片山さんは2010年にロアッソ熊本に入団、9年間プレーし2019年に現役を引退しています。スガッシュさんは2020年ロアッソ熊本マッスルアンバサダー、名門大津高校サッカー部出身で社会人サッカーの経験もあります。中途半端に追い込んでももう彼女たちのためにならないと思うので、ギリギリまで追い込んで彼女たちのさらなる成長につなげていきたいなと思っています。ありがとうございます。それではここでロアッソ熊本から派遣された選手たちに登場してもらおう。彼らはロアッソ熊本ジュニアユースの選手たちだ。ロアッソくんも来てくれてます。どうですか、今日中学生と対戦ということなんですけど。一番無敵な時期ですから、中学生。名監督いるから。俺がいるから。お願いします。それでは早速特訓開始。まずはドリブルスラロームで体を温めた後、この課題にチャレンジ。ジュニアユースからボールをダッシュせよ。パス回しをする3人からボールを奪えばクリア。最悪ボールに触るだけでも OK です。まずは梅高みなみ。いける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 い一回ストップ。いいね、取れてるこれ。もう笑っとったでしょ。おい、ちょっとは手加減しろ。前途多難に思われたチャレンジだったが、梅高以外は相手のミスも重なり次々と課題をクリア。中でもほのかは秒でやってりますよ。秒でやってる。よーい、スタート。お、お、いいよ。冷静。冷静。冷静冷静。あ、いった。おお。すげえ。ちょっと私できてないんでリベンジさせてください。おお。最高。唯一ボールを奪えていない梅高みなみの再挑戦、リベンジなるか。ロアッソ熊本に過激に入門。唯一ボールを奪えていない梅高みなみの再挑戦。今の感じで狙うとこ絞って取ってやる取ってやる。おリベンジに燃える梅高を股抜き。しかしそれでも目は死んでいない。必死に食らいつく梅高がどーっと絶対できるよ。この汚れたのが自分の実力となっていきますから、はい、いや素晴らしかった。感動しました僕見てて、ありがとうございます。次の課題はセンタリングからヘディングを決めろ。ボールの落下地点の予測とボールを頭に当てる勇気が必要な難易度の高いプレー。福田コツメ。来た来た来た。安心のなっちゃう。安心のなっちゃうな。それ痛いよ。痛いよね。果
橋本愛ら。来た。来た。こんなで、こんなで、こんなで。マラドーナ以外見たの。ここでオクロック唯一のサッカー経験者キャプテン岩永琴乃がとうとう動く。来た。いきなり来た。うわあ！いきなり来た。うわあ！すごい！低い位置のボールをおでこでドンピシャリ。さすがキャプテン。さらに運動センスの塊ほのかもゴールを決め課題をクリア。ボールを取る、ドリブルする、はい、シュートの練習もしたんで、はい、この後もゲームです。試合実践。これまで様々なスポーツに挑戦してきたオクロック熊本歌劇団。そこで味わった挫折、屈辱、そして絶望。個々の力を結集し、今こそどん底から這い上がれ。ロアッソ熊本に過激に挑戦。ロアッソ熊本のアンバサダー片山さん、スガッシュさん指導のもと、ドリブル、パスカット、センタリングなどサッカーの基礎を練習した6人のメンバー。キャプテン岩永以外全員初心者の素人集団がロアッソ熊本ジュニアユースアソに挑む。ロアッソ熊本ジュニアユースアソ、スタメンはこちら。前線に小林選手と村上選手、サイドハーフに荒牧選手と杉本選手、センターバックが奈良木野選手、ゴールキーパー平修太選手です。対するオクロックチーム、ゴールキーパーはバレーボール経験者の橋本愛ら、ディフェンダーはカワウソ大好き天然娘福田コツメとオクロックのおかん上琴恵、フォワードはオクロックの女忍者梅高みなみと運動神経抜群のほのか、そして司令塔が岩永琴乃、唯一のサッカー経験者です。過激にオクロック行くぞ。よっしゃ。この試合の実況を担当いたします、ロアッソ熊本マッスルアンバサダーのスガッシュです。よろしくお願いします。マッスルそして今日解説でお越しいただいているのが、はい、春日は矢野春こと矢野春日です。よろしくお願いします。よろしくお願いします、ね、ちょっと気になってるのが、はい、この間にいるクマちゃんなんですけど、あ、こっちが本体です。え、こっちが本体。はい、本体じゃない。セコン始まりました。今キックオフの笛が鳴っていきなりカットされてシュート。ブロック。キャプテン岩永が失点のピンチをしのいだものの、開始早々でしたね。そうですね、はい、キャプ開始1分で2点を失うも、ゴールキーパー橋本愛らめげずに体を張っていく。ナイスキーパー、ナイスキーパー。3番福田コツメも必死にボールに食らいつく。コツメさんはですね、うん、フルマラソンをしておりまして、4キロとか5キロはもう徒歩圏内、ちょっと天然なところがありまして、おっと、はい、なんか聞き間違いとかもすごいすごいひどい。福田コツメは天然、そんな話をしていると、なんと痛恨のオンゴール。ゴール入れるとこ間違えました ね、 ねえ、練習の成果が出ました。天然がね、ちょっとゴール間違えちゃいましたね。はい、キャプテンいけー。さあシュートが入ってきたよ。この後もロアッソジュニアユースは容赦なく得点を決めていく。前半7対0の大差がついてしまった。シェーゴーシェーゴー、全体しない、白い歯見せない。でも守備のところは僕が思った以上に体しっかり張れてるし、シュートを打たれそうになったらしっかりこう相手の正面に立つ。もう一つの目標として1点取ろう、はい、そこは提案なんですけど、片山監督入りますか？お願いします。
片山監督が入り、これ以上の失点はしたくないオクロックチームだが、からボールを持った片山さんがパスをして繋がって抜けていく。ここからシュートあるのか、クロスカットされて逆にピンチ、危ない。片山さん今必死でしたよ、顔。俺のせいで失点すると。監督が一番必死、ね。しかしここからは片山監督が起点となり、チームが生まれ変わる。おおおわっ、すっげー。はい、さあ抜けていくパス、そして南神社シュート。素人集団にゴールさせてなるものかと、ジュニアユース麻生必死だ。レディーファースト大事だよ。レディーファーストが大事。女の子に優しくしないとモテないぞ。矢野春日の言葉も意に介さず、普通にゴールを決めてくる。お、来た。みのりさん忍者キック。惜しい、忍者キック。惜しいな。最後まで試合終了。1点を返すため諦めることなく走り続けるオクロックチーム。そしてとうとうボールパスシュート、やっと入るか、どうだ、レフ押し込んだ、ボールパスシュート、やっと入るか、入った入った。片山監督からのパスに合わせた梅高みなみがなんとか押し込んだ。ゴール、これ嬉しい。どれだけ点差が開こうともオクロックチームは最後まで諦めなかった。最後はエルボータッチでお互いの健闘をたたえ試合終了。何回かゴールに蹴ったんですけど、まあ無理で、でもなんかそうやってつないでつながったのはでもすごく嬉しくて、なんか片山さんとかすごい声出してくれて、なんかすごい心強くて、またなんかリベンジしたいです。悔しい。決めたかった。ごめんなさい。ありがとう、ありがとうございました。まあ今日ね、いっぱいたくさん点取られたけど、1点取ったっていうあの成功体験っていうのはすごく大事なことだと思ってて、あの真剣勝負で物事を何かをするっていうことは本当にその中に本当の喜びとか悔しさとかが入ってると思ってて、やっぱりたくさん点取られたその分やっぱ悔しいし、でも1点取ったあの喜びっていうのは何事にも代え難いすごい経験だと思うので、また舞台は違うかもしれないですけど、今後の皆さんの力になったのかなと思います。オクロック熊本歌劇団のバロメーターはチームワーク、そして度胸、根性が上昇。